おはようございます。おはようございます。本日ここに平成24年6月定例審議会が開会されるにあたり、ご挨拶を申し上げますとともに、市政運営にかかる諸課題について所信の一端を申し述べます。内閣府が5月17日に発表した1月から3月期の国内総生産速報値によりますと、物価変動の影響を除いた実質で前期比 1.0% 増、年率換算で 4.1% 増となり、3、4半期連続のプラス成長が続いております。これは東日本大震災からの復興事業の本格化で公共投資が増加したこと、またエコカー補助金を背景にした個人消費が堅調だったことなどが要因とされております。平成24年度の日本経済は緩やかな回復軌道をたどるとの見方がありますが、欧州危機の再燃などによりドルやユーロに対する円高や株安、政策効果の息切れ、電力供給不足への懸念など、景気の先行きには不透明感が出ておりまして、内閣改造によっても政権の安定につながる見込みは少なく、予断が許せません。さて、第20回環境自治体会議勝山会議を、恐竜の時代から未来へつなぐ豊かな自然と環境、世界で9番目にクリーンな街からの発信をテーマに、5月25日から27日までの3日間、勝山市で開催をいたしました。市では開催に向けて、昨年4月に全市民の代表からなる実行委員会を立ち上げ、以来5回にわたって委員会を開催し、市民総ぐるみで準備に当たってきました。特に今年の勝山会議は、初めての土曜日中を含む週末開催としたこともあり、ボランティアやアトラクションに、たくさんの市民の皆様のご協力とご参加をいただき、盛況のうちに終えることができました。これも議員の皆様をはじめ、市民各位、関係機関のご理解とご協力、そしてまた実行委員の皆様の何ヶ月にもわたる計画づくりのおかげであると感謝し、改めて深く御礼を申し上げます。事前の申し込み人数は約1500名、3日間の延べ人数では3000名を超し、南は九州、鹿児島から、北は北海道まで、56の自治体から、行政関係者、議員、一般地域住民、NPO、研究者、研究機関、大学教授、企業関係者などのほか、国、県の関係機関など、実に多彩な様々な人たちの参加がありました。1日目の基調講演、パネルディスカッションに引き続いて、2日目は11の分科会に分かれて、環境保全に向けたそれぞれのテーマに基づいた事例発表とフィールドワークが行われました。分科会ごとに発表者を含めた参加者同士の話し合いが熱心に行われ、環境保全に関するさまざまな取り組みの事例発表を軸に会議が進みました。3日目はそれぞれの分科会の会議の内容が報告され、それに続いて記念講演の後、勝山会議宣言が総会で採択されました。最後に開催地が勝山市から鹿児島県日置市へ引き継がれ、次期開催地の日置市長から挨拶があり、3日間の会議を閉じました。今回、環境自治体会議勝山会議の開催によって、2つの大きな意義を見出せたと思っております。1つは、これまで勝山市が市民と一体となって取り組んできた環境政策が、分科会、フィールドワークを通して全国の加盟自治体に発信することができ、アピールができたこと。2つ目は、環境に対するさらなる取り組みのアイデアを全国の加盟自治体の事例によって知ることができたことです。このことによって、市民のまちづくりへの自信と誇りが高まり、さらに意欲的な活動につながってくるものと考えております。特に今回、過去20回の会議で初めて、未来を担う子どもたちによる環境活動の取り組みと、環境分野における企業の地域貢献活動が分科会に加わり、高い評価を得ました。特に子どもたちの環境学習で、学びと実践から感じたことや、大人へのメッセージをアピールしたことは、これまでの会議では見られない発表であり、参加者に強いインパクトを与えました。このことは、これから環境活動の次世代への持続的な発展と、企業が担う社会的貢献という時間的かつ面的広がりとなって進展し、全国はもとより、
初山市が目指すエコ環境としてのまちづくりに新しい力が得られたと考えております。初山会議の成果を生かし、エコ環境都市をより進展させるためにはこれからの取り組みが重要であります。今回の会議を一過性のイベントとして終えることのないよう、次のステージに進む大きなきっかけとして捉え、参加した市民一人一人の思いと通じ合う取り組みにつなげてまいります。次に観光政策について申し上げます。初山おろしそばブランド化推進事業の第一弾として、初山のおろしそばを初山おろしそばの名で全国発信し、ブランド化を図る取り組みをスタートさせました。4月13日に俳優の中尾明さん、池波志乃さんご夫妻に勝山おろしそば観光特使に就任していただきました。また夫妻には記念品として勝山の特産品であるシルクのネジネジマフラーとストールを送りました。これからはテレビ番組とマスコミの場において勝山おろしそばのアピールによって勝山市の知名度向上につながっていくと期待をいたしております。この勝山産そば粉による手打ちのおろしそばは勝山おろしそばとして商標登録を出願中であり、10月頃には登録が完了する予定であります。これをきっかけに現在の勝山おろしそばの食味を広く全国に宣伝し、またそばに関係する勝山市民のさらなる奮起によって、近い将来このブランドを全国的に認知させていきたいと考えております。またそば以外の食の魅力のアピールについても早期に企画し実行に移したいと考えております。次に4月28日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中の観光客動態について申し上げます。畑屋記念館夢折勝山や県立恐竜博物館など市内主要観光地6カ所の入り込み客数は77,704人で、昨年の同期間中に比べ約1万人の増加となりました。また同期間中の市内飲食店の提供については、市内飲食店の抽出調査を行ったところ、昨年比で平均3割以上の売上増となっております。これは恐竜博物館において臨時観光案内所を設置し、中尾明さん、池波志乃さんを起用したおろしそばのポスター掲載やチラシの配布を行った結果によるものと考えております。今回のゴールデンウィーク期間中の観光客の動態状況を十分検証し、課題を整理し、夏以降の観光客増につなげていきたいと考えております。次に農業政策について申し上げます。国は地域農業の担い手育成や集落営農振興方針などを取りまとめた市と農地マスタープランを策定する地域を重点的に支援することとしております。勝山市はこれを踏まえ、農業者及び勝山市農業公社をはじめとした関係機関と連携し、市と農地マスタープランを策定し、勝山型農業の確立を図ってまいります。また鳥獣害対策につきましては、昨年度は40キロメートルのネット柵、電気柵を整備をいたしました。本年度は引き続きこれらの対策を着実に継続するとともに、福井県及び大野市と積極的に情報交換を図り、効果的に対策を進めてまいります。次に中部縦貫自動車道について申し上げます。中部縦貫自動車道永平寺大野道路の勝山大野間は、平成24年度の供用を目指し整備が進められているところであります。5月22日には大袋トンネル貫通を祝う会を岩下福井河川国道事務所長、西山福井県土木部長、松村市議会議長をはじめとする来賓の方々や、これまでご尽力いただいた地元対策委員会などの関係者列席のもと、盛大に挙行することができました。この区間 7.8 キロメートルの完成によって、大野勝山間が開通しますが、早期の全線開通を目指し、さらに関係閣議に対し要望を強めてまいります。さて、本日の定例審議会に提案申し上げますのは、平成24年度勝山市一般会計補正予算案をはじめ、13件であります。これら13件につきましては、後ほど関係部課長がそれぞれ提案理由を説明をいたしますので、よろしくご審議の上、妥当なご決議を賜りますようお願いを申し上げます。終わりに、11月に予定されております市長選挙について所信を申し上げます。
平成12年、西暦2000年12月に勝山市長選挙に立候補して当選以来、3期12年にわたって勝山市の市政運営のトップとして、その重責を果たしてまいりました。1期目のスローガン、あなたと一緒に21世紀の勝山市を作りますに象徴されるように、21世紀の幕開きとともにそのスタートを切りました。地域主権の時代にふさわしく、市民と一体となって、地域の個性を生かした潤いと安らぎのある街づくりを目指すことをお約束し、市民と一体となって、越前鉄道として電車の復活を果たし、ふるさとルネサンスを理念に掲げて、エコミュージアム構想を政策の根幹に位置づけました。その具体的事業として、元気発掘、元気創造、元気発展事業によって、勝山市各地域の住民が自ら地域の遺産を掘り起こし、その価値を磨いて未来に継承する市民の力が生まれ、地域が育ってきました。勝山市が平成の大合併を選択しなかった理由の一つに、エコミュージアムによる市民のアイデンティティの喚起もその背景にあったと考えております。2期目は、元気、情熱、改革をスローガンに、中心市街地の整備を進める一方、行財政改革に果敢に取り組み、3年間で11億円の効果額を出し、財務体質の健全度を高めました。3期目は、恐竜渓谷福井勝山ジオパークの認定、白山平泉寺の発掘整備、畑屋記念館夢折勝山の整備による町中誘客、子育て環境日本一への取り組み等、いずれも1期と2期で培った基礎の上に、着実に築き上げた政策を展開してまいりました。エコ環境都市の実現に向けては、環境自治体会議勝山会議を開催し、勝山市の環境政策の取り組みを全国にアピールできたことは、冒頭で述べたとおりであります。このように、議会のご理解と市民のご支援、ご協力のおかげで、数々の事業に取り組み、その成果を上げることができました。残りの任期も約半年となった今、来た道を振り返り、未来に続く道を展望するとき、取り組むべき課題が見えてまいります。我々地方に住む国民の幸せの基盤は、地方分権、地域主権の美名に惑わされない基礎自治体の真の力であり、その充実強化に他なりません。私は3期12年にわたって、自然、歴史、文化、産業など、勝山市の個性を魅力に築き上げて、この町を発展させる取り組みを進めてきました。今後10年の勝山市の設計図である第5次勝山市総合計画も、その考え方を基礎にして、これからの10年に向けてすでにスタートを切っておりますが、具体的には新体育館建設、学校再編、少子高齢化に伴う子育て支援と高齢者福祉対策、北谷町の振興、街中のさらなる整備と振興、産業と観光の振興等、少なからぬ課題が残されております。そこで、この課題解決の端緒を開き、持続的発展を次の時代に引き継ぐために、11月に予定されている市長選挙において、市民の審判を仰ぎ、ご理解とご支援がいただけるならば、引き続き市政を担当させていただき、勝山市のさらなる発展と市民の幸せ実現のために全力を傾注したいと存じます。6月定例会の開会にあたり、議員の皆様をはじめ、市民の皆様のご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。